給湯器とは水を意に変えて供給する器具のことである。湯沸かし器、温水器とも言う。ここでは日本市場向けの一般家庭用の給湯器について述べる。日本市場においては都市部でも発電所の蒸気供給等がごく一部の地域でしか行われなかったことから、セントラル式の給湯器の普及は病院や理発店などに止まり、家庭用としては1965年頃に、 発売された台所当局書式のガス瞬間湯沸かし器以降普及したと考えられる。また日本においては入浴にシャアーでなくバスタブを用いる文化があることから風呂釜と呼ばれる局所式の風呂湯沸かし専用の装置が瞬間湯沸かし器以前から存在していた。現代の家庭用給湯器は主としてセントラル式であり湯を供給するという本来の意味での給湯機能に 加え、風呂湯沸かし機能や、温水セントラルヒーティング機能なども合わせ持つものもある。用土別、設置箇所別、熱源別に以下が用いられている。近年国や自治体によるエコ補填があり、エコ給湯器の導入採用率が高まっている。このエコ給湯器により、家庭の高熱費負担を減らすことができるというメリットがある。しかしながら、これらエコ給湯器には、 新技術であり、想定外不具合によるメンテナンスによる出費や、エコ給湯器特有の低周波騒音による、近隣騒音トラブルにより、騒音訴訟リスクによる出費があったりとして、必ずしも、エコ給湯器を導入することが、家庭の高熱費負担を減らすこととは限らない。これらについては、騒音については、設置基準、設置場所、また、 メンテンナンスについては使用者の機械理解に左右されるため注意が必要である。温水セントラルヒーティングの熱源機機能を併せ持つ風呂給湯機。内部に3系統以上の熱交換器を持ち、給湯、風呂循環、セントラルヒーティング熱源として用いることができる。風呂循環及びセントラルヒーティング水系には独自にポンプ機能を持つものが多い。他の特徴は 自動風呂給湯器と同様である。ボタン操作のみで自動的に一定水量まで風呂に給湯を行い、設定された時間内において風呂温度を一定に保つよう意がきを行う機能を持った給湯器である。主としてセントラル方式であり燃焼系を持つ場合の給湯器は多くの場合屋外に設置される。内部に2系統以上の熱交換器を持ち給湯。 風呂循環を行うことができる。現代の新築家屋では普遍的に用いられている。それ以外の特徴は、下記給湯器と同様である。給湯機能のみを持つ、単機能の給湯器で、シンプルな構造である。燃焼系を持つ場合は、おおむね屋外に設置される。貯湯式と瞬間式に大きく分かれ、貯湯式は、大きなタンクを併設、または給湯器自体が、タンク自身である。 燃焼系を伴う場合は1系統以上の熱交換器を持つ。おおむね屋内に設置されるリモコンで温度設定が可能。風呂へ急騰することも可能であるため、追い抱きを必要としない、もしくはイニシャルコストの削減等の目的で自動風呂給湯器を用いず単機能の給湯器を代用することも可能であり、アパートなどで用いられているケースが多い。風呂の湯沸かし追いきに特化した、 単純構造の装置。給湯機能を持つ場合と持たない場合がある。バランスがまととも呼ばれる。高度成長期においては普及傾向だったが、現代においては長所がほとんどないことから減少しており、新規に設置することは山小屋等の特殊な事情以外では稀、厳密には給湯器とは呼べない。温水セントラルヒーティングの熱源機。 内部に位置系統の熱交換器とポンプを持つものが多く循環系を構築している。お湯を供給する機器ではないため厳密には給湯器とは呼べない。蛇口と給湯器が分離した構造をしている装置で配管を用い複数の蛇口への供給を可能にしているものを言う。蛇口までの経路が長くなることを想定しており、供給水圧の連続的変化に耐えられる構造を持つ。 屋内外を問わず、蛇口から離れた場所に設置されるケースが多いため、リモコンで設定を変更することができるものが多い。自動風呂給湯器は基本的にセントラル式である。単一の蛇口への給湯もしくは給湯器自体に蛇口がついており、温水を使用する箇所に設置されるものを言う。瞬間湯沸かし器が代表例であり、比較的小型の装置が多い。 屋内に設置される場合が多い。セントラル式の補助装置として用いる場合もある。下記の使えない場所で利用される、業務用の電気給湯器。電熱ヒーターを使うタイプと、熱交換を使うタイプに分かれる。深夜電力の割安な単価適用時間帯を使い、貯蔵タンク内に摂取85度程度に沸かした湯を150から560リットル程度、蓄えて、昼間に給湯使用する。 昼間時間帯でも運転が可能だが、コスト面からタイマー制御等を用いて、深夜電力時間帯に稼働するように設定する方式が普及している。電気温水器5リットル程度の電気小型温水器、電熱ヒーターを使う。セントラルヒーティングに使える機種もあり、北海道地区のオール電化住宅に用いられている。容量が1から100リットル程度の小型のものもあり、 キッチンや洗面所に置くことも可能。電気庫型瞬間湯沸か式、電気庫型瞬間湯沸か式、日本国外で用いられているものは、消費電力が8 5キロワットから1 1ットないしそれ以上で2 0 0トから2 4 0トを使用する。主にバスルームのシャワーに使われる。現在住宅用に日本で用いられているガス瞬間式は、 比較的小型であっても能力が16号あり、これは効率を無視しても2 7 8キロワット、必要で、これを電気瞬間式で実現するには電気設備の容量面で困難が大きい。ゆえに、手洗い用等、特に貯蔵の必要のないものであっても、小さな出力で十分な量を有させるために貯等式が用いられる場合が多い。ただし、小型で構造が簡単。 熱効率は非常に優秀である。高圧、特別高圧の電気契約の工場、ホテル、病院等でその利用価値が大きい。自然冷媒ヒートポンプ、給湯器エコキュート自然冷媒を用いた熱交換式の電気給湯器でエコキュートと呼ばれている。エコキュートの名称は電力会社、給湯器メーカーが自然冷媒ヒートポンプ給湯器を総称する。 愛称として使用している。よって、自然冷媒を用いない HFC ヒートポンプ、給湯器は、エコキュートとは呼ばれない。2001年5月に、電装電力中央研究所、東京電力の3社で、共同開発され、コロナが発売を開始した。構造は、エアコンと同じ原理で大気の熱を冷媒に移し、その熱で湯を沸かす。燃焼式、 電気温水器と異なり大気の熱を移動する仕組みのため、投入エネルギーよりも多くの熱エネルギーを利用することができる。CO2 排出抑制の手段として注目されており、機種によっては政府の補助金が得られるものもある。加熱能力は業務用10馬力のもので約2 8ット。ヒートポンプ給湯器ホットパワーエコエアコンと同じ r 4 1 0 a 冷媒を用いた ヒートポンプで湯を沸かす電気給湯器で東芝キャリアが製造している。冷媒に CO2 を使用していないためエコキュートの補助金制度は使えないがヒートポンプユニットはエアコンと部品を共通化しているため現場での修理対応が可能というメリットがある。管理地向けに電熱ヒーターを内蔵しているものと東芝独自のラインアップがある。 1980年代から90年代に、松下電気産業が発売していたもの。東芝のホットパワーエーコの例媒を変えたもの。能力日本においては、ガス給湯器の能力を示す単位として、合数という用語が使われている。合数の値は、水温摂取25度のお湯を1分間に出せる量を示す。例えば、24号は、 水温摂取25度のお湯を1分間に24リットル出せる給湯器の能力である。ガス小型瞬間湯沸か式元止め、式ガス小型瞬間湯沸か式台所やその付近の室内に設置される小型の給湯器、元止め式と先止め式がある。元止め式とは、本体から直接伸びたシャワー口を含む給湯配管により給湯する方式で、先止め式とは、 本体と給湯を必要とする場所が離れた別体系の蛇口を含む給湯配管を施行し、蛇口の開閉時による水圧変化により制御し給湯する方式である。ガス貯湯式給湯器タンク内の水をあらかじめ加温する方式。いわば電気温水器の熱源をガスにしたようなものである。アメリカから電波した古くからある器具で、現在は主に理髪点灯で使用される。 複雑な制御を必要とせず、それでいて、非常に安定した温度の湯を供給できる。ループ配管が試行可能なので配管が著しく長い場合でも、蛇口を開けてからすぐに湯が出るという特徴があり、また多数の線を同時に開いても温度が安定していることもあり、現在でも高級な設備として需要がある。セントラルヒーティングに使える機種もある。 ガス給湯器設置場所により屋内設置型、浴室内設置系を備えたもの、パイプシャフト内設置型、屋外設置型に分類される。これらは旧廃棄方式や能力よりさらに分類される。セントラルヒーティングに使える機種もある。寒冷地では凍結故障防止のために屋内設置することが多く、寒冷地仕様としてラインアップしているメーカーが多い。 逆に一部メーカーにおいては本体の仕様を通常のものと以下のように変えることで沖縄仕様の製品としてラインアップしているところもある。一般的には小建て住宅では床置き式、壁掛け式が集合住宅では壁掛け式が普及している。大きくは給湯船からの給湯のみの機能を持つ給湯単納器と浴槽の追噴機能を合わせ持つ風呂。 給湯器に分かれるが、近年はさらに温水暖房の熱源器としても、使用可能な、温水暖房圧原付き給湯器や、温水暖房熱源付き風呂給湯器も、販売されている。洗熱回収型ガス給湯器エコジョーズガス、高効率型給湯器、エコジョーズ従来のガス給湯器の熱効率がおよそ80%で、あったのに対し、約15%高い95%の、 熱効率を実現させた新型のガス給湯器。ガス給湯器では水が通る熱交換器を燃焼によって生じた高温ガスに当てることでガスから熱を回収し温水を得る。この時従来型給湯器では熱交換後の排気ガスは摂氏200度程度であり燃料エネルギーのおよそ80%しか回収できていなかった。 洗熱回収型ガス給湯器では従来排出していた熱交換後のガスを二次熱交換器に当て給水を予熱する。二次熱交換器で排気温度を水の沸点以下の摂氏60度程度まで下げることで排気ガス中に含まれる水蒸気を液体の水とし洗熱を回収できる。これによって全体として95%程度の熱効率を実現し、 液体の水となった水蒸気の分だけ排気量も少なくなる。2000年6月に高木産業が初めて発売を開始した。ハイブリッド給湯器2015年に登場したエコキュートによるヒートポンプ式電気貯湯とエコジョーズによるガス瞬間給湯を組み合わせた給湯器のためガス給湯器で唯一床暖房にも対応している。 両方のメリットとデメリットも受け継いでいるので、電気での貯湯時に室外機から起こる騒音もそのまま反映されている。電気での貯湯はエコキュートよりも容量が少なめでかつ低い温度で溜めており、ガスによる瞬間給湯で適温にしている。エコ、キュートと違い、電気での貯湯が電気代が安い深夜の時間帯に行われているのみであり、電気で溜めたお湯が切れてすぐに ガスの給湯が単独で行われるため、追加貯湯は行われない。ランニングコストとしては、他のガス給湯器と違い、ガス代が大幅に安くなる代わりに、電気代が高くなるものの、導入費用がエコ給湯やガス給湯器よりも高くなるため、都市ガスよりもランニングコストが高めのプロパンガスの過程での利用が非常に多い。林内よりエコワンの商品名で、能率からは、 ハイブリッド給湯システムの名称で発売されている。1960年頃の住宅に採用された半貯蔵式石油給湯器石油バーナーによる給湯器。経済的効果を期待し浴槽などの多量給湯に用いられる。かつては燃焼制御技術の問題もあり、比較的容量の大きい缶を内蔵する半貯蔵式もしくはセミ貯蔵式と呼ばれるものが、 多かったが、現在は必要量だけ、その都度加温して利用する瞬間式もある。瞬間式は、細かい制御が可能なため、摂氏一度単位での給湯温度設定が可能。艦隊を持たないので、水道水の圧力のまま用いることができる。また、ガス瞬間式同様、給湯時の水圧が上水度圧とほぼ同一であり、蛇口をひねれば、直ちに点火。 医疫するなどのメリットがあるが、その分構造、制御が複雑になり、本体価格は高価である。また、ガス瞬間式同様に微小な流量では、燃焼開始できなかったり、給湯能力を超過した医、e、疫の場合、直ちに油温の低下をきたす欠点がある。瞬間式は本来、ガスのように燃焼制御が極めて容易な燃料に、用いられるものであるのでこの点やや不利である。 これに対して、セミ貯湯式は、構造が単純なため瞬間式に比べて安価であるが、溶石のある円筒の艦隊を持つため放棄制を受けかつては圧力上限が0.1インパとされていて、急湯時の水圧が低く使用開始時間の水をあらかじめ温めなければならないので、数十秒程度の待ち時間が発生する。温度設定が、熱い、ぬるいなどの感覚的な設定しかできない等の、 制約がある。反面、低圧であるので在来の太陽熱温水器との結合は極めて容易であり、缶の輸量があるので、油温の乱高下も比較的緩和される。かつては、ランニングコストの面から、寒冷地、都市ガスの供給のない地域での採用が多かったが、原油価格の高騰やオール電化の普及に伴い電気、給湯器へシフトする傾向にある。 戦熱回収型高効率直圧式、石油給湯器エコフィール従来の石油給湯器の熱効率が83%だったのと比べ14%、高い95%の熱効率を実現させた新型の石油給湯器。従来までは捨てていた高温の排気を有効利用することで熱効率を高めている。2006年12月に能率が発売を開始した。 石油業界並びに給湯機器業界は、石油エネルギーの高効率利用促進の観点から、エコフィール購入支援事業を展開している。形態としては、ガス給湯機のエコジョーズと類似する。排気温度が摂氏200度から摂氏60度に下がるため、省エネ性のほかに安全上のメリットもある。ただし、日本国内流通の熱機器用ガスと異なり灯油は、わずかではあるが、 硫黄などの不純物を含むため、給湯器クラスの大量の排気が、沸点以下で排出されて、低温側熱交換器で結露した際、これら不純物が溶け込んで酸性の液体になったドレンをそのまま排出すると周囲を腐食させてしまう。このため、本体内にドレン中脇が内蔵され、さらに設置時には特別な排気ドレン工事が必要となる。これは、本体価格で、 従来型より10万円高となる上工事費もかかるため低コストを求められる石油給湯器としては大きなデメリットでもありこのことからエコ上手ほどラインアップが充実していないエコウィル付属補助熱源器家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステムに付属する諸等ユニットに組み込まれた給湯器諸島を使い切った時や湯が 設定温度まで高まっていない時に補助熱源として稼働する。燃料は都市ガスや LP ガス。エネファーム付属補助熱源機家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステムに付属する貯等ユニットに組み込まれた給湯器。貯糖を使い切った時や湯が設定温度まで高まっていない時に補助熱源として稼働する。燃料は都市ガスや LP ガス、灯油。 太陽熱を利用して温水を作る太陽光発電と比べると同じ面積で4から5倍の熱エネルギーを得ることができる雨、曇りの日にあっては能力が下がるので単独での設置は現実的でない詳細は太陽熱温水器を参照自然循環式ガラス張りの箱内に収めた平板状の集熱器とその上部に 貯湯層を設け、水道から無圧の貯湯層へボールタップにより補給される方式。給湯船へは屋根状の太陽熱温水器からの落差で供給される。廉価な方式であり、国内では現在最もありふれた方式である。ガス瞬間式、石油瞬間式との連携は水圧の問題から混乱で、特に自動的に温度設定をする機種とは相性が良くない。 いずれも専用の機器か太陽熱連携を前提とした機種を設けることで解決できるがその機器にさらに費用がかかり保守上も難点が生ずる。また中には設定温以下の中、低温度の太陽熱温水器のよう全く利用しない機種もあるので、太陽熱温水器の経済効果が薄れるものも存在する。短機能の半貯蔵式石油給湯器。 ガス貯湯式、在来の電気温水器であれば単純に、太陽熱温水器出口に給湯器の艦隊を接続するだけで、連携運用が可能で、設備費用は安く、それでいて、最大限太陽熱を利用できる。太陽熱と、その他の熱源の給湯を選択することが可能な推薦も存在し、これを使用した場合、湯を使用するときは、太陽熱温水器への給水をストップし、 使用中の温度効果を抑制することもできる。また、この水栓を使用した場合は、ガス瞬間式、石油瞬間式とも簡単に接続でき、設備費用も比較的安くなるが、蛇口周りの配管が服装するのが難点で、さらに風呂場等の専用水栓設置場所での見切り替えが可能でない欠点もある。自然循環蒸気自然循環式の貯蔵層内の湯を直接使用せず、 層内へ、熱交換用のコイルを設置し、水道水を加温して供給する方式。使用する、水道水は直接貯蔵されず、必要分のみ加温されて供給され、衛生的かつ、水道水の圧力をそのまま利用できるため、地面上、あるいは低い屋根上へ設置した場合でも、急湯圧が確保しやすい利点がある。ただし、貯蔵層内上部の高温の湯を、 選択的に使用する方式は採用できないので、使用に従ってのイオンの低下は、比較的に大きくなる欠点を持つ。ガス内視石油給湯器への接続を前提とした方式とも言える。ヒートパイプ真空管方式魔法瓶状の二重ガラス管内へヒートパイプを設け、その発熱で耐圧のあるステンレス製除湯層内を加温する方式。 中国で普及している方式であるが、品質の安定化に従い国内でも輸入が多く、見られるようになった。比較的外気の影響を受けにくく、また、貯蔵層が密閉型であるために、水道の圧力を利用しやすい。改正続きで、湯の使用量が極端に少ない場合は沸騰する、恐れがあるために沸騰防止弁を設け、また高温となりやすいため、ミキングバルブを設け、 胃温度の一定化と連結する機器、配管の保護をする。また、ごく少数であるが、真空二重管内へ、周熱管を設置し、平板式同様無圧の貯島層内の水を加温する、方式もある。これは、従来の平板式自然循環方式と本質的に同一の性質である。ただし、給水、胃�の制御は、電動となっているものが多い。 強制循環式平板式収熱器、真空間式収熱器のみを屋根上へ設置し、任意の場所へ貯湯層を置き、両者を日照のある間、ポンプで循環させる方式。特に不等液を用い、貯湯槽内へ熱交換する方式も存在する。屋根上へは収熱器のみが設置され、大面積の収熱器を使用しやすく、また外観を損ねがたい。 住宅用としても存在するが、特に大掛かりな太陽熱利用システムとしての採用が多い。この方式は単に給湯のみでなく、暖房目的としても利用される。ペレットボイラー燃料に木質ペレットを使用する。焚き木焚き給湯器と異なり、細かな燃焼制御と自動運転が可能。ペレットストーブに給湯機能が備わっているものもある。欧米製が多い。 自治体によっては導入促進補助金の対象となっていることもある。近年の石油価格高騰により、灯油よりも燃料費が安く済む場合も多い。また木質ペレットには硫黄などの成分は含まれない。ため、低温腐食や肝体腐食がほとんどないことから、メンテナンス頻度が少なく排ガスの公害防止装置も必要ない。また排出される機械は土壌改良剤として利用できる。 それらの点から農業の温室用などに向いている。近年は CO2 排出権買取の対象ともなっている。自然エネルギーということで近年は農業者向けに自治体での実証実験や補助も始まっている。焚き木、木くず焚きボイラー焚き木、木くずの入手の容易な場所で用いられ、紙くず等の焼却も可能である。燃焼制御が事実上不可能であるので、助党式のみである。 艦隊に上限0.1インパまでの圧力を有する製品と艦隊を無圧解放とし、急騰は艦隊内部のコイルで熱交換を行うものとがある。前者は太陽熱温水器との連結に向き、後者は水道直圧であるため急騰圧が高く、艦内の貯湯を温水暖房にも流用しやすい利点がある。一旦火が落ちたり、焚き気のない時や、 新たに薪木をくべる労力を緩和するために石油バーナーを付属させた機種が一般的である。電気温水器、ガス貯湯式同様、使用する油量に応じて機種を選定しないと石油バーナーへの依存度が高くなる。薪木、木くずがなければ用をなさないので採用は稀であるが、イソライト、調布、a t ー、能立等が製造している。レンタンボイラー韓国で見られた形式で、 レンタンを燃料として使用する。電気制御回路が一切なく構造が非常に単純で、給湯基本体価格が日本円換算で2万円程度からあり、レンタンを燃料としていることで、ランニングコストも安価であるが1日1回、または数時間ごとの人間によるレンタン入れ替え作業が必要であり、またその都度大量のレンタン核が発生する。 煙突が必ず備わっているが排出ガスによる事故を防ぐため、ほとんどのバー屋外に設置される、もみ殻ボイラーもみ殻を燃料とするボイラー。給湯と暖房を同時に行うことができ、燃料としてもみ殻を消費すると同時に、燃焼灰は土壌改良剤として有用なもみ殻いぶし炭となる。燃料の供給、燃焼灰の排出。 燃焼中のファンの稼働などに電力を必要とするが、もみ殻が,が無料で入手できる環境であれば、燃料費はタダであり、ビブシタンを販売することでの利益も得られる。ありがとうございます。